こんにちは、私は宇宙人です。今日も宇宙を旅していたら、地球という星でこんな面白いものを発見してしまいました。あなたはもう知っているかな？おーん、よーまあ。はい、今回は1995年にスタジオジブリが制作したアニメーション作品、オン・ユア・マークをご紹介します。これは地球上でも起こる可能性が極めて高い放射能に汚染された世界の物語。地表が放射能で汚染され、病気が蔓延し、人類が地下に住むようになった世紀末後の未来都市が舞台。あるカルト教団の施設を襲撃し、制圧した武装警官隊、その中の警官二人は教団施設の奥で翼の生えた少女を発見します。二人は彼女を救助するも、研究資料として今度は政府機関の施設に連れ去られてしまいました。二人は彼女を救い、空へ返すことができるのでしょうか？この作品は短編でセリフもないのですが、とっても最高の作品です。オン・ユア・マークの長編映画とかあったら、絶対見ます。短編なのにこんなに内容ぎっしり詰まった面白い作品、今まで見たことありません。マジで、ジブリさん、最高ですわー。大好きですわー。皆さん、ここまで見てくれてどうもありがとうございます。よかったらあなたも、感想や好きな場面やセリフなんかをコメント欄に書いてみてくださいねー。それではまた遊びに来てください。サンキュー。スペシャルサンクス。プリーズ、サブスクライブ、登録、チャンネル登録したら面白い。きっといいことあるみたい。あなたと私一緒に宇宙を旅します。宇宙の果てからこんにちは、面白いもの見てみたい。たくさんいいもの見てみたい。友達少ない僕だけど、あなたと一緒にどこまでも。また遊ぼうね、冒険しましょ、そうしましょ。また、遊ぼう、バイ。